こんばんは、速稼塾の久保です。億万長者合宿のリレーもね、だいぶ長く続いておりますけども、まだまだ最初の一歩みたいなもんです。よくことわざに言いますけども、100里の道を行く者、九十九里をもって半ばとせよと言います。これは100里の旅があるんですよね。4000キロですか。ちょっと単位忘れましたね。1里が4キロでしたっけ。まあいいわ。100里の道を行く者が99里、要するに 99% 物事を達成した時に、あ、やっと半分だと思え、要するに気を抜くなっていうことなんでしょうね。そしてですね、お金持ちになろうとした時、もしくはお金持ちになった人から言わせるとですね、お金持ちのレベルもいろいろありますけども、まあ、少なくとも1年間で 2,3,000 万とか、3年間で1億円以上稼げるようになったら、たった一人でね稼げるようになったら、まあお金持ちになりかけてると言ってもいいかなと思いますし、ある一定のお金持ちと言ってもいいんではないかなと思います。まあ貧乏ではないですよね。まあそのね、道に至った立場からちょっと言わせていただくと、それはですね、なんでお金が稼げるようになるのかと言いますと、今置かれている状況でね、どれが稼げるかなって常に探し続けてるんですよね。お手上げだって諦めてないんですよ。お手上げだっていう状態のところから一個稼ぐ方法を必ず見つけるんですよ。お手上げのところからですよ。で、今日本の経済ものすごく、誰から見ても分かりますけど、縮小してますよね。だって人の行き来がないんで、運転するバスもないし、行きたい旅行もないし、まあグルメもね、なかなか飲食店とか厳しいと思うんですよ。ね、でもね、こんな中でも稼ぐ方法あるんですよ。例えば今国からの緊急経済対策ってのありますよね。国がお金を貸したり、国がお金をあげますって言ったり、そういうのがあるんですよ。厚生労働省のホームページですとか、経済産業省のホームページを見てみると、そういうのがまあチラ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 見えるわけですよ。それから各銀行金融機関に行ってもですね、特別措置のもと融資の枠が広がっています。まあこういう中でね、国からお金をもらったりとか融資を受けたりとかしても、それはなかなかね、一時的なもんで稼げないよっていうふうに思われるかもしれません。いや、ここがね、違うんですよ。ね、お金を借りても後で返さないといけないから、お金持ちになれるわけではないですよね。その通りなんですよ。でもね、よくよく考えてみてください。私は自己アフィリエイトでむちゃくちゃ稼ぎまくったわけですよ。自己アフィリエイトですよ。で、自己アフィリエイトの売り上げにも2種類があって、自分が自己アフィリエイトやって案件探して3年間で300万っていうのが一つです。もう一つはですね、自己アフィリエイトの方法を教えて教育代、こういったもの、もしくは教材代に何万円かいただくって形でございます。2種類あるでしょ。だから自己アフィリエイトと聞いて一生懸命やるってプレイヤーのところしか見えてないようでしたらお金持ちになれません。プレイヤーとして行き詰まった時、案件がなくなった時、お手上げだーになるでしょ。お手上げだからあと1個稼ぐ方を見つけるのがお金持ちになる道なんですよ。ということは、私がずっと言ってるアフィリエイトを人に教えてお金をもらう、教育代教材代をもらうって形にシフトしていくことができるんですよ。で、しかも案件がなくなるぐらい自己アフィリエイトやったんだったら、人に教えるのなんてお茶の子さえさえじゃないですか。じゃあそっちをお金に変えていきましょうって話なんですよね。じゃあこれと同じように、今国から給付金が出たり融資の話があったりしますよね。もうお分かりでしょ。これを自分でやってるうちは行き詰まるんですよ。だって自分一人分しかないでしょ。あと審査落ちってのもありますよね。でもどうですか、この給付金がもらえる、融資が受けれるという、この有利な情報を人に教えてあげるっていうのはずっとできるじゃないですかね。で、この教えてあげることにお金をいただいてもいいんですけども、私はそうはしないです。以前から気がつきましたよね、私の動画。給付金ですとか、それから融資のね、コウコさんへの申し込み。このリアルタイムで、はい、こういう書類書きました。こんだけの分量です。堂々書きました。こういうふうに書きました。こっからダウンロードしました。はい、レターパックに入れました。はい、ポストに入れます。ずっとやってるでしょ。これなんでやってると思います?これはね、私がお金を借りたくて借りたくて借りたくてしょうがないというものではないんですよ。もうお分かりでしょ。これを見て、あ、久保さん書類書いて出してるんだ、あんなことやってるんだ、どうやるんだろう、久保さんは全部書いたから、だから久保さんの書き方を知りたいなって思う人が私の視聴者の中に必ずいるんですよ。で、久保さん書き方を教えてもらえませんかって来るんですよ。
そうなんですよ、十数名来てるんですよ、もうすでに。その十数名の方にやり取りしながら、どんな形で書いていくのか、どういうふうに書けばいいのか、あなたの業種は何ですかと、いくらぐらいは考えてるんですかということを聞き取っていくんですよね。で、その上でですね、書類は書けます。こういうふうに書くんですよってものを動画とともに、赤ペンで書いたものを動画でお見せするわけなんですよ、ね、あと肝心なのはですね、必要な書類をレターバッグに入れただけでは私はダメだと思うんですよ。こっからが肝なんですよ。どういうふうなこのお手紙を添えるかなんですよね。だって毎日担当者の方も審査する方もね、書類を開けて見るわけですよ。書類の不備がないかなとか、書き間違えてないかなとかね、見るんですよ。疲れますよ、かなり疲れる。で、また書類が1個終わったらまた書類が来るんですよ。中には窓口に来て、おい、お金貸してくれよみたいな方もいますしね。お前ちゃんって楽だな、こんなことすればお金になるんだからって、俺たちはね、生き死に必死なんだよって、この融資が下りなかったら死んでしまうんだ、店が潰れるんだみたいなこと言ってるんですよ。お前らはこうやって書類見てるだけで全然給料減らないしいいよねみたいなね、こんな言葉も浴びせられるでしょ。そういうことを私は想像してるんですよ、まあ、ですからレターパックで必要な書類を入れた時にお手紙を添えるようにしています。読んだ人が心が癒されて、あ、この人のためにきちんと審査しないとなと、この人にはやっぱり融資実行が下りてほしいなって思っていただけるような、そういうふうなね、ねぎらいと励ましとお願いの手紙を入れておくんですよ。手紙って言っても100文字200文字じゃないですよ。書類にして3枚4枚5枚ぐらいのボリュームがあるやつです。それでいて読みやすいやつです。それを読むと、私がどんな事業をやっていて、どのぐらい思いを込めて、いつ頃からやっていて、どんなお客さんに好かれていって、そして調子はこうなっていた、2019年ぐっとよし弾みをつけて2020年行くぞと思ったら、1、2、3月ドカーンとなったと。この落ち込みは一時的なもんなんですと。だって実績を見てください、積み上げを見てください、お客さんの声を聞いてください。そして今私はリアル営業はできない、売り上げは立っていないんだけども、コロナの影響で。でもね、これが終わったら今いるお客さんとすぐにでも営業活動、販売活動ができるように、面談ができるように、インターネットで日々連絡を取り合ってるんですよってことをね、入れておく、ストーリーにしておく、説得力がある数字も入れておく。去年の売り上げは月間350万、今年14万、この落ち込み9割減です、やばいと。これはなんとか私も売り上げを上げるために錯綜するけども、でも基本的にお客さんに会いに行くことができない、来てもらうことができない、商品の案内ができない、サービスを提案することができない、海外に連れて行って現地を見せることができないでしょと。だから1年か2年、この事業がなくならないように継続するための、持続するための補助金が欲しい、融資をくださいという形で申し込む、ストーリー仕立て、感情をグラ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 巡らせるようなね、そんなレターを4枚目5枚目しっかりと書いて送るわけですよ。さあ、そうするとどうでしょうか。パッと審査書類を見た方が、あ、お疲れ様です、何屋さん、私の会社の書類を手に取っていただきました、ありがとうございました、お忙しい中恐縮ですが、もう切なる私の思いを聞いてください、みたいな書き出しで始まってくるわけなんですよ。私はあなたが今書類を読んでる同じ福山市に住んでおります、みたいなこと書いてるわけですよ。年齢47歳、もう子供が生まれたばっかりのがいます、事業は順調だから、よし家族を守っていけるぞ、みたいな感じ書きました、やりました。今年に入ってなぜかインバウンド景気で政府が推していたその経済対策に乗っかった事業がスポーンと飛びました。私の努力不足もあったでしょうけども、でも世界を見回してみたらみんなして打つ手がないと言っている、いやーこれは助けてください、みたいなことをね、私の豪華ライティングで書いてるわけですよ。コピーライティングで、それこそね、プロダクトローンチですよ。文書のプロダクトローンチ。そしてその書類を私は出しましたと。まだ融資実行が降りてくるとこは分かりません。でも私にはこのライティング能力がありますと。あなたも今この私の動画を見てるのは、私のライティング能力、プレゼン能力があったからなんです。じゃあ私のこのプレゼン能力、影響力と、あなたが自分で書く書類と、どっちが可能性高くなると思いますか、っていうふうなご案内をするんですよ、ね、これを1時間ぐらいの動画で送ります。そうするとですね、私が添削した必要書類完成した方が
そうか、レターパックを開けたらお手紙が入ってるといいんだ。確かに自分で書くよりもこの必要書類を作ってくれた、そのヒントをくれた久保さんにお願いしたら内容もよく分かってるし、なんせ久保さんの影響力はもう詐欺的だからな、もう悪魔的だからな、すごい迫力で文章書いてんだろうな。そして久保さんは事業家であり経営者であり、その経営の年数も長い、お金を借りることもベテランだ、3000万まで借りたことがあると、消費者金融込みで、これはちょっとお願いした方がいいんじゃないか久保さんと。分かりました。そのレターパックに入れる書類ができました、おかげさまで。その書類だけをポンと出せばいいとは思いません。ぜひね、ご案内状を書いてもらえませんかと。ここに費用がかかるわけですよね。私のセールスは完了です。要するにね、私はね、どんな状況でもどこにお金がいただけるポイントがあるかなって探し続けて、今速稼塾が7年目始めなんですよ。その一つが、景気が全部悪くなって世の中が動かなくなった、でも稼ぐ方法は何かないかなと思った時に FX なんですよ。今のような状況でも私は FX を3年間かけて身につけましたんで、毎日お金が取り出せるんですよ、市場から。すごいでしょ。でこれすごいと思いますよ、本当に。景気が悪くてもドル円は動いてるんですよね。商品が売れなくても、旅行ができなくても、セールスができなくても、なんですかね、セミナーができなくても、商品作らなくても売らなくても、みんなお金持ってなくても FX からお金が毎日こう引っ張ってこれるんですよね。打つ手がないといったところからもう一手打てるんですよ、このようにね。私がアフィリエーターだったらちょっと無理だったかもしれません。私が転売だけだったら無理だったかもしれません。私がライティング SNS マーケティングだけだったら無理かもしれません。でもあらゆる方向に私は職種を伸ばしていた結果、全てのジャンルで不得意なものがありません。全てのジャンルを私はマスターしました。じゃあそうなった時にですね、私はね、こういう状況でもちゃんと稼いでいける、しかもライティング能力も使って稼げる、 FX でも稼げる、いやいいじゃないですか速稼塾ね。そんな私がまとめてるのが速稼塾ですよ。いやこれはね、本当私ね、こんな塾があったら私が入りたいですよ。いや本当にね、いろいろと話が長くなりましたけども、まあこのようにね、まとめると、どんなところにいても与えられた条件でお金が稼げる方法はないかなっていうふうに考え続ければ必ず見つかるんですよ、必ずね。じゃあそこにたどり着いたらあとはやるだけじゃないですか、ね。こんな状況でみんなお金稼げてない、みんな経済ダウンしてる、もうだから自分も無理なんだ、お金国からもらおうかな、国からお金もらってもすぐ行き詰まりますよ、人生はまだありますからね。たとえ今1000万もらったところで1000万使ったら終わりじゃないですか。でもね、今財布が0円でも自分のビジネスを持ってたら必要な金額が10万だったら10万を作ることができるんですよ、吉谷さんのようにね。月末までに100万円必要だと思って100万円貯めといたら、それが盗まれたわけじゃないですか、詐欺られたわけじゃないですか。やべえ、あと1週間で100万だと思ったら、ブワーむちゃ動画作るじゃないですか、ブワーって喋るじゃないですか、100万売り上げたった、月末間に合ったでしょ。だからどんなところからも、もう打つ手がないと思ったところからでももう一手打てるのがビジネスマンなんですよ。であなたはね、ビジネスマンとしてどうですかね、この動画見ていらっしゃる方、もう今の状況だったら稼げなくてもしょうがないと思って終わりますかね。いやそれはビジネスマンではないです。ビジネスマンは砂漠でも、砂漠の砂を売ってでも銭にしないとやっていけないんですよ。旅行中のハワイで石を売って毎日2万円稼いだようなね、23歳会ったことあります？私ですよ、それは。旅行中のハワイ、23歳、まだ大学生ね、22歳だったかな。お金ない、喋れない、知り合いいない、どうしますか。落ちていた石を売るね、1時間で2万円ね、稼げるわけですよ。打つ手がないところから必ず一手を探し出すのがお金持ちになる道だと思いますけどもね。億万長者合宿のらしい動画になりました。いかがでしょうか。それでは失礼します。